シーズンの中でも一番大事な時にいなくなっちゃったんですけど、多少生き残ってると。で、そこから再起かけて復活していこうと思うんですけど、これ以上、取られるとちょっと、もう本当に、完全にゼロからの出発ということになるので、一応、鳥じゃないのか、イタチじゃないのか、疑うところあるんですが、こういろいろ考えると、やはり鳥なのかなと思っています。で、とりあえず網をかけました。こんな風に。入ってるとこに。入ってないです。このかかってないとこは。入っていないとこです。この辺全部かけてます。あっちもかけてます。この辺全部取られたんで、かかってないです。かかってるとこも全て入っているっていうわけではないんですが、かけと、一つ一つかけても面倒なので、全部いっぺんに覆っといきました。でですね、今日は鳥が犯人だという、かなり決定的な証拠を見つけたので、ご覧になってください。はい。では、一度切ります。こっちのですね、水槽、全部かかってないんですけど、もうほぼ全部取られました。50匹は取られたかななんて、この辺はいるんですけどね、数がかなり減ってますね。50匹は取られたかななんて、話してたんですが、おそらく50匹じゃ効かないですね。この辺とかももう全部いなくなって、ここにブラック系のメダカをバーっと入れてたんですね。この辺入れてた。で、ここの3つに、ミユキを入れてたんですけど、すべていなくなっちゃって。目立っちゃうんで、あれはまた上から見ると。で、意外にもブラック系がいなくなるんですね。で、ブラック系で、生き残ったところがあったんで、で、ちょっとそれを、確認したんですけど、まず、鳥の毛がありました。羽が。鳥の羽がありましたね。こういう、ちょっと白っぽい。灰色？灰色な、グレーなやつ。羽がありました。で、この羽は、何度か見たんですけど、ちょっと茶色が入っている場合もあるんですね。多分生えてるところで違ってるだと思うんですけど、色が。でですね、この中にブラック系3匹入れてるんですが、そのうち1匹の背中が、見ていただくとわかると思うんですが、これオスなんですが、多分、背中は完全についばまれて、掴み損ねたんですね、鳥が。こんな、普通に飼ってて、この時期にこういうことになるっていうのはなかなかないんですね。で、これがほぼ決定的ですね。でもこの傷ができたっていうので、ここから菌の感染がある場合があるんで、結構厳しいかもしれないですけど、生き残って助かったというだけでもかなり、良かったかなと思います。で、鳥ですけど、目撃したのがですね、赤嶺と、あと、つぐみ。つぐみがちょっと怪しくて、まだ調べてないんですけど、つぐみが、魚、小魚を、食べるのかどうか、それをちょっと調べないといけないなと思っています。参りました。これね、2匹、3匹入れてたんですけど、1匹いないので、もしかしたら、食べられたかなですね。まあそんな感じで、この辺なんかもいたんですけど、全部いなくなっちゃったんで、全部いないです。だいたいどうかな、少なくてもまあ2匹は入ってたんですね。それ全部いなくなってるんで、全部いなくなりましたという感じです。では皆さんも気をつけてくださいね。ではでは、ご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、メダ家族でした。いやー、これは痛々しいわ。そう、あれでも本当、よく生きてたなと思いますね。なんとそれでこの状態で卵を産んでるっていう。もうすごい。なんかもう半分に割れそうな感じですね。ズバッと背中を噛まれた、そんな感じです。いやー、かわいそうです。もうこれは網張ってるところに入れます。よく生きてくれてたなぁと。去年のスワローを本当にかなり取ったんですけど、そのうちのオス2匹でメス1匹残してたんですけどね。前にも動画を残してたような気がするんだけど、オス1匹いなくなっちゃいましたね。いやー、すごいですね。これ入れてやります。じゃあ。